里山。人里近くにある生活に結びついた山や森林のことを言います。薪や炭の材料を取り、肥料にする落ち葉を集めたり、季節ごとの恵みをいただいたりしました。里山は田んぼや畑、小川、集落などが落ち着いた景観を作り出しています。まさに日本の原風景です。かつての里山は適度に人の手が入り、植物や動物にとっても豊かな環境でしたが、便利さを求める時代の流れとともに、薪や炭は石油や電気にとって変わり、里山は利用されなくなり荒廃していきました。しかし近年、自然と共に暮らす生き方が注目され、里山が見直されてきました。俳優の柳生博さん、里山の暮らしに魅せられた一人です。今からおよそ40年前、山梨県の八ヶ岳南麓に自らの手で雑木林を作り、家族と共に暮らしを始めました。現在も自然と向き合い、自然と折り合いをつけ、自然から教養を得て暮らしています。ふらっと健康、今回は柳生博さんの里山暮らしの中から、心と体の健康づくりのヒントを探ります。フラット健康、中倉まりこです。寒い冬も今がピーク、もうすぐ暖かな日差しが降り注ぐ春がやってきます。待ち遠しいですね。さあ、今回も健康づくりのお手伝いをいただくのは、京都大学名誉教授で滋賀県病院事業庁長の笹田正隆さんです。先生どうぞ今日もよろしくお願いします。さあ、今回のテーマなんですが、里山の中で心と体の健康を手に入れるです。笹田先生は日頃から自然の中で五感を使うことが健康につながるというふうにおっしゃっていますよね。はい、これご覧いただきますように、心だけ書いてますが、はい、体も心も健康に最も大事なもの、それは私は自然だというふうに考えています。今日はその自然の大切さ、そしてその原点の土、水、そして畑の実り等に話がつながって、人が自然の中に入っていきますと、はい、足をまず使いますよね。そしていろんなものを見て、肌で触れて、香りも嗅いで、五感を使って、そして心の健康を作っていく。今申し上げたように体も心も健康、自然の中でできる、はい、というのがストーリーですね。はい、さあ、そんな自然とともに暮らす生活を実践されて、里山の良さを皆さんに広めておられるゲストをスタジオにお迎えしております。早速お話を伺ってまいりましょう。この番組は JA バンク滋賀、 JA 共済の提供でお送りします。さあ、それでは早速ご紹介します。スペシャルゲストの俳優柳生博さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。柳生博さんはテレビの前の皆さんも飛び出せ青春の教頭先生役をされていたということで、よくご存知だと思うんですね。で、知らない方でも NHK の生き物地球紀行のナレーションをされていたと聞けば、あの方かと思い出される方もいらっしゃると思いますけれども、はい、柳生博さんは1937年生まれの81歳、茨城県出身で、俳優や司会として活躍する傍ら、山梨県八ヶ岳南麓に住処を求め、周囲の荒れた人工林を本来の姿に近い雑木林に復元しました。現在多くの人が訪れるパブリックスペースとして公開され、アトリエとカフェなどを併設する八ヶ岳クラブを家族で営んでおられます。また公益財団法人日本野鳥の会の会長でもいらっしゃいます。じゃあ、柳生さんはどうして雑木林を作って八ヶ岳南麓に住もうと思われたんですか？ちょうど40年ちょっと前にあるすごい人気番組に出て、で突然キムタクみたいになっちゃったわけよ。人気が超有名に超有名。それでもう700本800本という仕事を、テレビをね、
やってるうちにだん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 もう僕も家へ帰れなくなるし、こうスタジオで寝るような、してたまに帰るとね、小さな子供が、小学校の子供がね、長男、頭から血を流して学校から帰ってきた、今でこそ普通にあるけど、いわゆるいじめっていうのがありましたね、それでお前の親父昨日人を殺してたじゃないかとか、役でお前の親父昨日女とイチャイチャやってたじゃないかとかね、そういう役者なんかいない町だったから、それでまあこう家族がこう溶けていくというか壊れていくような感じがあって、どうしようっていう時に本当に突然死んだじいさんの声が出てきてね、ひろし、ぐじぐじしてないで野良仕事をしなさい、野良仕事、そうだ、で僕はちっちゃい頃から何度も何度も行ってた八ヶ岳、そいつら全部連れてって、それでそこの荒れた山を買ってね、でひたすら野良仕事をやってきたわけ。それがきっかけだったんですね。それがきっかけですね。本当にあれがなかったら、だから本当に家が、家族がこう溶けていくようなね、そういうことってありましたね、はい、その代わりその野良仕事をやり始めたらもう強くなってね、子どもたちも。柳生さんの口から出てきた野良仕事なんですけれども、はい、最近の方にはちょっと耳なじみがないという方もいらっしゃると思うんですが、うん、そうだよね、どういうことになるんですか？これはね、僕とか先生ぐらいの世代までは必ず全員が体験してきてることなんです、はい、要するに野が良くなる仕事って書くんでしょ、うん、で野良仕事、うん、だから日本の自然というのは手つかずの大自然、本当に富士山の頂上とかごく一部にしかない、みんな人間が手を入れて、ほんでこう育んできて折り合いをつけながらやってきた、それを野良仕事っていうんだ。だから具体的にどういうことかっていうと、例えば森にしても何、畑にして、そうですね、野良仕事を、まあ里山だ言うなりゃ、川にしても小川ね、春の小川とかメダカの学校、あれも全部人間が作ったものですよ。そして雑木林もそこで新丹林といいまして、その炭や薪を作ったり、そして肥料をそこでかき集めて、それといろんなものを混ぜながらこう作ったり、つまり日本独特のものだと思う。これは僕らの原風景でね、それをやってきた人たちが僕らの先祖で野良仕事をやってきたわけだ。それはもう柳生さんは小さい時にも学んだんですか？もうハイハイしてる頃からやってましたね。多分先生もそうじゃないかな。そうですね、まあ、人とこう自然とが一緒になって生きてるという姿だったですね。その通り、共生してたということですね。もう本当にいい塩梅にね、いい塩梅っていう日本語にいい言葉があるでしょ、はい、自然とそこに生きる生き物と、そして人間も生き物ですから、いい塩梅に折り合いをつけながらやってきた風景が日本の風景ですね。そうですね、小さい頃からもう土に触れることもしていったんです、ね、もちろんそれが大原点ですから、何をやるにも土ですから、はい、それはやっぱり人の体にもいいことなんですか？それはそれはいいんでしょう、ね、いやそれはもう本当にそう思いますよ、はい、そうですね、土ってのも私自身は八木さんほど本当のプロでないかもしれませんけど、実際自分も小さい時にね、ずっと土と触れてね、はい、育ってきたんでね、まあ、今おっしゃったことをこう私こういうふうに言い返します。この土というところに命が芽生えますよね、はい、ね、ですからその土に命が芽生えて、その芽生えた命がやがて育って実りになるじゃないですか、うん、お米ができたりね、うん、いろんなものができる、はい、そしてどうでしょうかね、それが実りになってまた土に帰っていくじゃない、うん、人間だって考えてみたら一生あって土に帰っていくわけね、はい、そのことは終わりじゃなくて次につなぐ、そういう望みをつないでるわけね、こうしてずっとつながっていくという原点が私は土だと思ってるんで、どうですかね、日本のそういう姿っていうのは言葉で言うとね、人間学というね言葉を言われてるね、はい、人間が人間のために学ぶというのは単なる書物で学ぶんじゃなくて、自然に学ぶのは人間学、
でその心の豊かさっていうのはそこから出ますよね。出ると思います ね僕は日本人いろいろそういう生き物地球気候とかで世界中のあらゆる壁地にまで僕は行ってますけどね、こんなに人間が自然と折り合いをつけて仲良くやっているところってないと思うな。だからもっと言えば日本人のある種の教養とかね、ある種のこう心根の素晴らしさということをよく外国の人が最近いっぱい言うよね。それはね、本当にそういうことを学んでいくんだよ。教養とかね、本当になんていうんだろう、こう心がやっぱり育まれるんですよ。僕らは里山でありそういうのを育んでいると思いながらやってる場合もあるけども、はい、でもふっと気がつくと僕も子供もそして今7人の孫がいますけど、孫たちのこう心も、もちろん体もね、育まれていくんだよね。いや本当に教養っていうね、言葉自身何かなって言ってずっと突き詰めていくとね、やっぱり私人間が受け止めますよ。人間が本来身につけるべき学というのは実は書物とかそうじゃなくて、自然から学ぶね、そういう学問体系が人間学と。あるとね。えで知的好奇心というか、それがどんどんまた、今度はだからうちの孫たちみんなそうなんだけど、やっぱり生物とか、そういういろんな ねそういう自然のこと、季節の移ろいとか、みんなそういうところに進学してんだよね。そうですか。そういうのがだからすごいものがあると思うな。そうですね、小さい時からこう触れてるっていうことが大事ですね。うん、柳生博さんのその八ヶ岳クラブというのはどういうふうに展開されているんですか。あまりにもだから雑木林を作ったっていう現代人は多分いないんだよね、あれは大昔から先人たちが作ってきて、それに手を入れて、ずっと 何百年何千年2000年ぐらい前からある風景だから、でも今はその人工林、人間のお金のためのということになっていって、今森林が崩壊したり崩れたりいろんなことが起きますけれども、それを作り直そうということで やり始めたわけ。作られたわけな、君分かるかどうか日本ミツバチが住むような森を作ってきた。普通のミツバチじゃなくて、もともと日本にいたミツバチ、飼うことができない、だからそれが今いっぱいうちにはいるわけ。何十年の頑張りがそういうふうに結果に出てきてらっしゃるんですね。で僕がやってると子どもたちも今孫たちがもう僕のすごい手下でね、働いてくれるでしょうね。孫の友達なんか来るじゃない、僕も呼ぶし、この PTA のうちの娘も呼ぶしね、そうみんな手伝わせるわけ。なるほど。そう子供だって小学生が 4,5 人いたら大人1人分ぐらいやるからね、その枝を落としてもそいつに体に合わせて短く切ったり、そうするともうキャキャワワで、ですよね、皆さん楽しく取り組まれる。やっぱりそういう子供たちにそういう場のね体験っていうのはこれものすごくいい。というのはね、小さい子供さんの頭はね、まあ言うなら白いキャンバスなんですね、その時おっしゃるように小さい時にいいね色とかいいその作りだとかいい風だとかを頭の中に絵描いてあげるとずっと一生持ち続けるんですよ。ありますね。それがない子供はね、間違ったなんか良くない絵を描くとね一生持ち続ける。だからこの差ものすごく大きいんで ね今おっしゃるようなね、八木さんが作られたような場にね子供たちが出ていく、これはものすごくね大事なプレゼント、最高のプレゼントですね。そう思います、子どもたちの健康を本当先生作っていくんですよね。そういうだから今おっしゃるようなことが少しちょっと場が機会が減ってるのでね、まあ、今日お話しいただいたようなものをいや本当に素晴らしいんですよ、と言って一遍足を運んでみるとね、子どもたちはさることながら、そのお父さんお母さん、そして多分おじいちゃんおばあちゃんもね、そうなんだそうなんだいいんだということがね、もっぴんよみがえってきてね、みんなにいいですよね。それでね、さっきのあなたの質問だけど、なんでそこへそういう場を作ったのかって、みんなが手伝いに来るわけですよ。そして大学の林学部とか、林学部って言ったって林学
人工林の学問ですから、はい、農学もそうだし、でそういう人もいっぱい来るわけ。そうですね。そしたらここでそういう場を作ろうというね。であと僕の場合は彫刻家とかが絵描きさんとか、ここでも出たかな、ブライアンさんが出たり、その人たちの展覧会をやって、そういう場を作ろうと、森の中に。そしたらたくさんの人が毎年10万人ぐらい来るかな。ちょっとみんな子供や孫を連れてくるでしょ。はい、そこでそのお手伝いをしてもらう。そうでしょうね。そうするとまるで変わってくるんですね。ですよね。もうまさに日本版の文化ができてきますね。で必ずみんなが言うのは、うちでこの子はいつもなんかIT のなんとかばっかりやってる。はい。でも、はい、とか八ヶ岳来て僕らのその野良仕事を手伝い始めると、もう携帯どこ置いたか忘れたぐらいのつまり興奮の度合いが違うんだよね。そうなんですよ。してすごいどんどん学んでいくの。そうでじいじいって、僕は森の山のじいじ、森のじいじになってますからね。でじいじ、今の鳥何、今鳴いたの、すると何とかって教えると、みんな鳥も覚えていく、花も覚えていく、そして季節の移ろいのそういう生き物たちのことも覚えていく。なんかそういう時のね、子供さんの顔がね、もう全然違いますよね。違います。いやこれね、今おっしゃってるそういう状況がね、今の子供たちに、例えば私たちよく相談を受けるのはね、その病気じゃないんですよ、発達障害という言葉を使うんですね。あるいは不登校とかね、はいはい、こういうね、子供さんたちもね、今八木さんのおっしゃる場合行くとね、もういっぺんに顔の表情変わって、治っちゃうんですよね。実はね先生、これ今年発表、去年の暮れから発表になって、はい、僕が住んでる八ヶ岳のそういう町があるんだけどね、北斗市っていう町が、要するに八ヶ岳の南麓、今ものすごく移住者が増えてきた。そしてね、若い家族、つまり子供が、今先生おっしゃったように不登校とか、それからいろんな都会ならではのちょっと病んでる、体だけではなく心も病んでるみたいな、それがね今どんどんだから、クラスが増えてる。うちの小学校、うちの子ももう転校してきちゃった。そしてそこで一番の先生になるのがじいちゃんばあちゃんなんです。そうです。じいちゃんがモテるんだよ。そうなんですよ。そうなんですよ。都会にいるじいちゃんなんか孫に全然モテないだろう。ところが、鬼ヤンマの取り方はこうやんだよお前、いろいろ教えてくれますもんね。そうそうそう、クワガタはこういう時に行って、こういうのをやっておいて、こうやる。おじいちゃんもスーパーヒーローだよ。私はたまたま今滋賀県にいますけどね、はい、いくらかの場所今回ってるんですよね。はいはいはい。そうしますとね、そういう素地っていうのはね、実はね滋賀県にも結構あるんですね。あると思いますよ、ね。割と滋賀県っていうのは真ん中に琵琶湖があって、はい、周りがフラットなんですね。そうそう。で割と山もそう高くないね、山低いですね。だから今おっしゃってる森があって、ほんで豊かな畑があって、で綺麗な川が流れて琵琶湖に、田んぼもあって琵琶湖があって、あるんですよね。もう里山の典型が滋賀県にはどれだけあるか。はい。いや今ね、おっしゃってるように、その人が里山とね、触れ合いながら、あるいは協力共生しながらね、生きている姿、それはやっぱり、まさに私なんかこうずっと人の望ましい健康というのをずっと思ってるんですかね、そういう場というのが今今日のお話の軸の里山の中にその生活する姿、これがやっぱり一番健康的な、その具体的な像だなというイメージがね、皆さんに伝わったですよね。今日これテレビだよね、今テレビやってるんだよ、見てる方がそうそうなのよ、昔はそうだったねという、僕はよく言う言葉で、確かな未来は懐かしい風景の中にあります、で乾杯の温度でよくやるんだよね。僕はこれはあれだけど、鳥です、コウノトリ、これの会長やってたり、野鳥の会、そういうのの会長やってて、必ず乾杯の温度にね、確かな未来、確かな未来ってのはやっぱり生き物たちがもっと仲良く、もっとこう多様な生き物たちが人間のすぐそばにいて、内緒人間がそういうところへ行ってこうやっていく、そういう
で子どもたちが健やかに育っていくっていうのは確かに見えないでしょ、はい、それはどこにあるかって言ったらまさに滋賀県のここに、だ滋賀県の山をこう全部こう分水嶺をつないで、ね、結ぶつなぐとね滋賀県になるわけだよ。でそこから川が流れて人の営み生き物の営みがあって琵琶湖という偉大なものがあってそしてそれが下流の大きな町をまた潤していくみたいな、いやいいですね、こうそういうふうに思うんだいつもね。それは懐か今始まった風景じゃなくて懐かしい風景でしょ、はい、僕のおじいちゃんのおじいちゃんのまたおばあちゃんもみたいな頃からみんなが手を入れて手入れをしてきたわけですよね。引き継いできたものですよね。引き継いできたもの。先生はそういう柳生さんの思いどう感じられますか。いや同じですよ、ね、先生も同じようなところで育ってますから。いや本当に、まあ、でも私は柳生さんほど現場でね、うん、40年間苦労なさってね、うんうん、森を再生したりそういうあのことは経験してないけれど、あの全く同じ結論なんですね、うん、まあ、ですから私はそういう人の、まあ、病気をね、うん、治すというところからスタートしましたけど、はい、結局たどり着いたのは同じなんですよ。これからのその子どもたちに私たちは一体何を送ってあげたらいいのかなとずっと還元していくとね、実は子どもたちだけじゃない、今おっしゃっていただいたように、うん、その中に若い人もそれからお年寄りも、うん、みんながいい顔でね、そうです、ね、仲良くそれも自然と一緒になって協力してる、そうです、お互い様でとかね、おかげさまでという言葉がね、うん、もう自然と口から出てくる、まさに我々の里山の言葉だよ、ね、みんな、ね、言葉ですよね、みんなそう。いや私もある意味でね、うん、自信ができたですよ僕は口だけで言ってるのはね、だけど今だ、ね、現実のねことをあのお伝えいただいた、まあ、多分皆さんこの番組見てる方がね、うん、あそうなんだと言って思いを持って一歩でもねこの自然の中に足をねこう踏み込んでもらう、行くことですよね、それもできたら手をつないでいくことです、そうそう、だから今の子どもたちが今一番大事な子どもたちのお父さんお母さんの親が僕らの世代なんですよ。で僕らが悪かったわけね、そういうもう都会出ていろいろお金儲けをとかがいろいろやってきたわけ、勉強やったり、自然の中にいた方がよっぽど勉強になるんだけどね、はい、そだからこう孫と孫を連れて行けって僕はよく言うんですよね、はい、でみんな連れてくるの、ね、そしてそれを孫からお父さんお母さんに教えてやれって、あなるほど、今もお父さんお母さんたちは本当に今ダメだからね、はい、ダメだから、あの IT とかなんか上手かもしれないけど本当にだから子どもたちに教えてやれって、うん、でまず僕はいろんな子といろんな子ども連れてって、はい、あの木の名前とか鳥の名前とかあといろんなそういう自然のことをね、うん、教える、そうするとすぐ覚えるから、そしたらおじいちゃん、ね、おばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんは分かってるだろうけどお母さんお父さんにね、このあの鳥の名前はねこうなんだよ、会長が教えてくれたよ、野鳥の会の会長だからでヒーローなわけですね、そういうことをそうだから3世代で毎年10万人以上の人がうちへ来るっていうけど、はい、3世代でみんなが、だ最初の頃はその僕ぐらいの年の人が子供を連れてきて、その子供の子供を今連れてきて3世代でね、だからこう森のゆりかごのようなね家族の、柳生さんも本当にたくさんのお話、うん、貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。もう終わりなの、はい、本当に素晴らしいまだまだもうお話足りないと思うんですけれど、あの先生とねちょっと最初にお会いした時に、はい、ほとんど同じなんだよあの体験が、学んできたというかその育ってきた背景が一緒なんですよ ね, で, すよね、で結論が一緒ですよね、結論が一緒なんで僕に合わせてるわけじゃないし、いやここで握手でしょか、握手が交わされる。だからそういう何が大事かってやっぱ子供時代のそういう体験をして体感をしていくことがね、本当そう思います。自然の中で体験をしてそれがもう3世代一緒になっていくというのが大事なのかすごくよく分かりました、ね、もうすぐ暖かくなって春だから、どうぞテレビをご覧の特におじいちゃんばあちゃんも子供を連れてって自慢話いっぱいしてあげてください。魚の捕り方それから虫と遊び、ね、はい、あのオニヤンマが来た時にねガーッとやらないで待ってるのね、そうと向こう行くから
すると必ずこの道来るからそこで待っててひょいっと撮るのね。先生もよくご存知で。そうしたら子供はもう尊敬の目で見てくれます。そうなんですね。ヒーローになっていただきたいですね。ヒーローになりましょうよ、次長橋は。本当だ、一緒に昆虫少年やな。昆虫少年だからね。少女になっていただきましょう。今日本当にありがとうございました。ますますお元気で、これからも里山の守り人としてご活躍なさってください。里山という感覚の本当にいろんなことを教えてもらったのがこの滋賀県の琵琶湖のほとりですから、これからもよろしく、ね、滋賀県に自信を持ちたいですね、私たちも。大好きです、僕は。よかったですね。いいお話をありがとうございました。ありがとうございます。プラット健康、今回は俳優の柳生博さんをゲストにお迎えしていろいろとお話を伺ってまいりました。先生、いいお話たくさん聞かせていただきましたよね。そうですね、まあ、やっぱり柳生さんの40年のね、実際の経験ですよね。この里山におけるその人と自然のその触れ合いから、まあ、いかに体だけじゃなくて心の健康をね作るというのをやってくれたんですね。で、今日のまとめをお願いいたします。これは出たですね、この、まあ、私いつも思うんですけど、この子供さんのこの伸び伸び としたこの顔の表情ね、それから若い人はこうはつらっとして仕事をされて、お年寄り生き生きとしている。今日のお話でも里山でのそのいい姿というのは3世代が一緒に成り立ってたですね、はい、望ましい健康というのはこんなんだねという像が浮き上がったですね、はい、本当にいいお話を伺うことができたと思います。先生、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。プラット健康、次回もどうぞお楽しみに。この番組は JA バンク滋賀、 JA 共済の提供でお送りしました。